この実況動画は2014年に収録投稿された実況動画を再編集して投稿し直した実況動画になります。そのところをご理解いただきながらご視聴いただければと思います。いやー、せつなケースだよ。今回は新しいフリーゲームの実況をしていきたいと思います。ネームエントリーというゲームです。よろしくお願いします。このゲームの特徴というのは RPG なんで冒険はするんですけど、戦闘がなくてね、その代わりといって出会った人や動物とかの名前を片っ端に決めていくというタイプのゲームです。つまり、まあ名前を決めるだけの冒険ゲームみたいな感じかな。とりあえずやっていきたいと思います。名前のセンスが問われるってわけですよ。我が名はなんだっけ。女神の名前を決めてください。もうこっからないよね。何も入力しなかった場合デフォルトの名前になります。そういうタイプらしい。でキーボードを使ってこんな感じで入れれるんだ。斬新やな。女神の名前やな。女神女神幸子にしとこう。そうです、私の名前は幸子。女神の割には結構ありがちな名前なんだ。古本仕切り直します。我が名は幸子、祝福の女神です。今この世界は魔王の手によって滅亡の危機に陥っています。その魔王の名前は。そこも決めなあかんの。どうしようかな。たけしにしとこう。こっちもありがちだった。たけしです。だって近所におりそうな名前やもんな。たけしの魔の手が。その魔の手ってすっごい小さそうな手やな。力あんまなさそうやな。やべ、これやばいぞこれ。名前の付けようによっちゃこの文章を読むんで面白いやなこれ。この世界を守るのです。選ばれし者から、選ばれし生まれし、選ばれし者、あなたの名前は。で主人公か。ここは普通やな。これ7文字いけるかな。あ、いけたね。よっしゃ。そう、刹那圭介。刹那圭介よ、この世界よ。世界の名前も決めなあかんの。それ別にいいんちゃうかな。それは決めんでもいいんちゃうかな。世界だろ。どの辺を、何々を救ってくださいみたいな感じになるやな。これでいこう。エコヒーキを、平和を守るのです。エコヒーキって世界の名前。エコヒーキ。起きなさい起きなさい、私の大事な刹那圭介。お前誰やねん、大事って言われたけど。男だったわ、私って言いながら男だったわ。やっと起きましたか、刹那圭介。ところで私の名前を分かりますか。あ、母親だった。パッと見て男かと思ってないかも、青いし。母親無理。これいいんかな。よかった、ちゃんと起きてるみたいですね。じゃあさっさと朝ごはん食べてください。これいいかな。もういいや。何もお前、父の家、しかし家に帰ってこれなかった。そんな父の名は、父親の名前、そうやな、もうディスしか入ってないからね。今ほとんどの名前はディスしか入ってないからね。
英雄飲んだくれクソババアの夫であり切なきゅうきゃち嫌だな飲んだくれとクソババアの間に生まれたんが俺って嫌やな嫌やなしょうがないな何これなんでこんなとこにもネームブック何それ相談ってなんだ幸子あ、女神と相談できるんやな。わかんないわ、幸子。祝福の女神です。ところで、この相談コマンドの名前変えちゃいませんか。そこまで変えるん変えちゃいましょうよ。ね？ね？ね？そこまで、そこまで迫ってくるん。そこまでこだわり持ちたいんか、お前。相談コマンドの名前を変えるのです。わかった。そこまで名前変えなあかんのこれそうやなどうしようかな相談武士ダジャレやな相談武士相談はいはい相談武士もしかしてこれ全部名前変えれたりするんかなアイテムネームブック過去に決めた名前を変更することができるこれは別にいいやこれはクソババアが呼んでる切田圭介どうかしましたか何かあったような顔をしていますよいやなんか相談のことを名前つけろって言われたけど相談節ってつけてやったよセンスいいだろちょっと待って凍りつくやめてクソババア凍りつくやめて幸子様のお次があったのですね。あ、幸子様知っとんお前。いつかこうなるとは分かっていました。ついに旅立つのですね。そうらしい。何の旅か分からんけどな。そこに朝ごはんがありますから食べてから行ってくださいね。ありがとう。うん。食べ物の名前にもつけても、つけろっていいか。あ、好物か。好物の名前か。好きな料理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 キザカ俺はキザカすごく美味しかった好物の君の笑顔を食べて元気が出た食べてって言えたらなんかすごいいやらしいこんな感じになったんだけどあかんよあかんよ主人公皿の下に何かがある母のお守りクソババアのくせにクソババアのくせになんかすっごいさらっと気遣いしてくれてる粋な計らいだクソババアのくせに空っぽのお皿がなんだか切ないまた君の笑顔が食べたくなったダメやってもう家らしい意味でしか取れんってそれこのびっくりマークだな今は別にいいんかなもうあかんぞこのゲーム始まって10分しか経ってないのにいろいろアウトだよねゴーイクソババな黄昏とる飲んだくれもいなくなり刹那圭介もいなくなる必ず帰ってくるのですよ刹那圭介はーい他に調べるところはひどいゲームなこれいや俺がひどい主張だけなんやけどさよし何これ刹那圭介の家でもあり家でありこの村で人気の飲食店その名も飲食店クソババーにそこがバーってはあのバーってあの飲み屋のバーの方クソババーによっしゃこれでいこういいぞこれクソババー年中向くやって黙れババーやなおーすっごい悪口めっちゃ言ってる今回の実況おー名前つけて欲しそうな人出てきた飲んだくれの友人でありこの村の村長である偉い方友人で村長なんだそうやな
友人で村長、友人で村長、偉い人なんだろう。エンマ大王でしょ。エンマ大王。お前敵がまっちゃうか。そうか、幸子様のお次が来たか。手綱圭介のお父さんである、飲んだくれもあの時の、あの戦争の時、幸子様のお次を授かったそうだ。戦いって何があるんかな。この世界と、もう侵略しようとする魔王がおるんかな。あ、おるって言おったな、たけし。運命というものだろうか。ま、エンマ大王が運命語るな。これは少ないが選別だ。これで道具を買い揃えてるといい。1万ゴールドも。めっちゃくれたよ。少ないって全然高いやん。ありがとう、エンマ大王様。わあ、この、こいつ名前つけれそう。村の番犬、そしてみんなのアイドル。その名も、みんなの番犬、みんなのアイドル。その名も、ぶりっこ犬。アイドルなのはぶりっこだからさ。ワンワン。わ、ぶりっこしてる。ぶりっこしてる。これは共有畑。なんでビックリマークついたんだろう、これは。なんか意味あるんかな。ビックリマークがあるからって、それが名前変えるわけじゃないんやな。おい、天使。これは、宿屋やな。この村で唯一の宿屋。特に頻繁しているわけではない。そんな天使の名前は。そうやな。宿屋やだろ、泊まるところだろ。ソイネジジ。お役のベッドに入り込んでくるんです、この人。怖いですね、ソイネジジ。うちは寝泊まり専門でね、休憩はやってないよ。あ、寝泊まり専門つうか、寝取り専門じゃないのか、お前は。やめとけ、お前。寝泊まりに来きゃ、夜に来な。あかん、この人。ターゲットとか絞るタイプの人や。お、こいつ名前つけれるんちゃうかな。子供は無邪気、子供は無知だからこそ白く美しく純粋。そんな子供の名前は、喫煙者 A 子さんにしとこう。どこが純粋じゃ、どこが子供じゃ。兄ちゃん、どこ行くの。お前は喫煙したんじゃねえぞ、お前。喫煙者 A 子も連れてって。自分のことフルネームで呼んでる。やだね、ついていいか。え、おう。銅像とかあったり、ここに看板があったりね。さて、最後、こいつに名前付けよう。この世村で唯一の道具や、武器や棒、薬も何でもござれ。そのままも、そうやな。ゴリゴリ店長、もしかしてあの武器に願いのゴリゴリ店長。こんなところでもう支部やってたんですか。ゴリゴリ店長、村長から話は聞いているぜ。あんたにはこの剣とマントをやる。特にこの剣は、いいかよく聞けよ。お前の親父さんが使っていたのだと同じ種類の剣だぜ。おう、どうだ、驚いたか。ぜひ名前をつけてやってくれ。ああ、もらった剣にも名前つけれるんだ。あ、これはちょっとかっこいい名前つけたいな。じゃんけん。くだらねえ、くだらねえ。じゃんけんを手に入れた。それ3分の1で勝つやつやな。グーチョキパーで何か出して勝ち負け決めるやつやな。よう、旅の幸運を祈ってるぜ。はい。お金手に入れたんやけどさ、お金手に入れたんやけど何も買えんかな。まあいいや、今回はセーブしよう。あ、剣とマント持っとるで、これすごいな。こういうところまで反映されとるわ。あ、そういや、ってことは装備とか、そういうんが変わっとんか。
もうじゃんけんついとるわ。おう、装備や。で、マントか。マントはどれ？装飾。マントはここに入らんが。みたいやね。ゴリゴリ店長が譲ってくれたけんやって。ゴリゴリ店長。なお武器2回にはじゃんけんって件はありません。ご了承ください。わあ、名前決めれそうな人がたくさん。近所のおじさん、面倒見のいいおじさん。そんなおじさんの名前は、サーシェス。かっけおい、ただのおじさんなのにかっけえ名前しとる、お前。サーシェス。お、どうしたんだ、せつなけいすけ。神や祝福だか、旦那か知らんが、人間なんとかなる。お前の父親も同じことを言っていたよ。うわはははうわはは。この近所のおじさん、ただのおじさんかと思ったらめっちゃいいこと言ってる。それにこの名前つけたりやけん、もう脇役レベルのキャラクターになってそうなんやけど。脇役交代じゃね。うん。国から派遣された神父、村の監視と同時に幸子教の教えを説いている。幸子教だろってことはこれじゃないかな。幸子ラブにしよう。ラブ幸子の方が良かったかな。どっちでもいいやもう。話は聞いております。幸子様のお次があったのですね。幸子様を信じなさい。これただのファンだろ。幸子のファンだろこれ。さすれば幸子様が救いを与えてくれるでしょう。飲んだくれ様もまたお告げ、つまり幸子様の導きにより英雄となったのです。ただの飲んだくれが英雄になれるんだ、この世界は。その栄光をたたえ、この偏僻な村にも幸子様の教会がこの村に建てられたのです。そうなんじゃ、信じなさい、祈りなさい。幸子様が必ず お救いになられます。ファンもここまで行ったらもう崇拝しとんな。ファンになんかないかな、この絵の人か。なんもない。じゃあどうしようかな。ファンに回ってないところある あるな。飲食店、これはギルドみたいなところかな。先には人の心を開かせる力がある。そんな酒を提供する酒場の癒し、酒場のマスターの名前、おばさんだった。おばさんか。一気ゆうこさんにしとこう。一気ゆうこさん。一気。あらあら、子供にはお酒は提供できないわよ。一気飲みはやめろよ、ババア。ババア。もうこのゲーム口悪いよ俺。もうこのゲームじゃ口悪いよこれ。これ他に調べるとこないかな。もう大体調べ終わったかな。この家入らせてくれんのかな。結局入らせてくれんな。エンマ大王って、もう用事はありませんか。ありません。出てきましょう。よく目に焼き付けておくのです、この村の風景を。あなたの父がそうだったように、あなたもまたここに戻ってくる保証はありません。だから最後にこの村の名前を。故郷の名前か。村の名前ね、中村。中村にしとこう。中村にお別れを。なんか人に別れ言っとうみたいになったのや。おい、勝手に動いてくれたわ。せつなけいすけよ、ここいらで休憩すると良いでしょう。わかりました。この泉の水は人を癒す力があります。すごいな幸子、よう知っとんな。私のお墨付きです、幸子様のお墨付き。あれは、何かおるん。モンスターに襲われています。あのモンスターの名前は、このモンスター、黒い豚じゃないだろう、赤い豚みたいなやつが出てきた。別にこれでいいんちゃう。
チャーシューでよろしいですか。チャーシュー強くはありませんが油断してはいけません。もうやられた後みたいな名前したもんな。焼かれた後みたいな。あの女の子を助けるのです。彼女はこの世に必要なのです。お、どういうこと。チャーシューってこれ豚じゃないやん。豚じゃなかったぞ。今からバトルが始まるのです、刹那圭介。このバトルシステムについて説明いたしましょう。バトルシステム。このシステムは操作が難しい計算の必要ない。すべてが自動で行われるバトルなのです。そしてそのなシステムの 名とは。ああ、また決めるんじゃ。自動的に行われるって言ったけん、これでいいんちゃうかな。見てるだけシステムで。本当に見てるだけだった。自動的に行われてくれた。ステータスでちょっと計算してくれるだけなんだよな。ダメージの計算とか。2体目は逃げた。よっしゃー。はっ。あー、頭がすっごい痛い。彼女はもうまたあなたと同じ選ばれし者であり、祝福を受けし者でもあります。少々物気なところがありますが、必ずあなたの力となるでしょう。そして彼女の名前は、きたー、ヒロインの名前。可愛らしいヒロインにしたいな。どうしようかな。サイドン京子。俺の代わりに突っ込んでいって、敵に突っ込んでいってほしいっていう思いを込めて。京子っていうのは実はね、サイドンが硬いって意味でね、強い硬いって書いての強固の方とちょっと掛け取ったりする。くだらねえ。イエー、サイドン強固。あれ、めっちゃサイドンとは似つかないすごい可愛らしい子だった。ちょっと後悔。もしかして幸子様はそこにいるんですか。幸子様は見えとるらしい。やっぱりそんな気がすると思ってたんだ。私の声は直接サイドン強固への耳には届きません。何かを伝えるときは必ず夢の中で伝えるのです。私の声が直接聞こえるのはあなただけなのです。あ、そうなんじゃ。幸子様、幸子様に選ばれた私は特別な人間なのか。ということはあなたも選ばれし者。もちろんさ。サイドン京子はね、あなたのことを待ってたの。タケシを倒すおじさんよね。ただ喧嘩を終わりに一個だけように見えるような感じだけど、壮大やな。ただ喧嘩だけなのに壮大やな。名前だけからしたらさ。お告げを受けたの、刹那圭介と共にたけしを倒せって。だから絶対に絶対についていくからね。もちろんさ。サイドンのように突っ込んでいってくれ。俺はボケーと見よるだけやけん。サイドン京子が仲間に加わった。サイドン京子、あ、そうそう、サイドン京子は得意な魔法があるんです。この子自分のことを名前で呼ぶけんさ、サイドン京子っていちいち言うんやな。回復魔法なんですけど、名前は回復魔法か。ってことは自動戦闘でも勝手に回復してくれる感じなんだ。便利やな。モロ道具使ってる。モロ道具使ってる。魔法じゃない、科学だ。そうそう、傷薬です。怪我をしたらいつでも言ってください。モロ道具使ったもんな。魔法とか言いながら科学の力すげえやな。サイドン教科。すっごいキャラが出てきたな。母の守りやって、母でやるクソババが用意してくれたもん。手作りだ。俺がすっごいニートみたいで、舐めてんじゃねえぞクソババと言いながらも、ちょっと母の愛情を受け取ったみたいな感じになってる。俺はそういうニートちゃうからな。口悪いけど性格は悪くないからな。よっしゃー、サイドン強化が増えたっけん、ちょっと仲間をセーブしとこう。ここはもうなんもないかな。下から上に来たっけん、こっちか。
くなった今の何だったんだろうな。ああちょっと相談しとこうか、相談無視しとこうか。サジ、サイドン京子とも、サイドン京子とも相談できるようになった。とりあえずさっきさっきしかな。魔法界戦争は知っていますか？あなたが生まれる少し前の話です。あなたの父が大きく関わっています。今の魔王とは違う別の魔王がいたのです。その魔王の力は凄まじく、とある大陸では人間を全て殺し、異形のものだけの大陸にしてしまったのです。人間たちは魔王を恐れ、その大陸を魔界と呼びました。もういやこれ相談じゃなくてちょっと説明やけんやめとこう。これちょっと見たい人はちょっと止めながらちょっと見てください。飛ばします。バイ。じゃあちょっとサイドン京子ともちょっと相談無事とこう。知ってます？この泉には幸子様の石像が沈んでいるんです。さっきあったやつの、さっきあった石像、幸子様の。昔からこの泉は祝福の女神が水浴びに使っていたという言い伝えがありました。なるほど、だから幸子様のお墨付きなんだ。心水を使って野菜を作ると美味しい野菜ができるそうです。へえ、またもや相談じゃなかったなこの近くに私の村があるんです。とりあえず行きましょう。ああ村に案内してくれるんじゃ。では行くとしましょうか。ですがその前にこの場所の名前を決めるのです。これ名前つけるんじゃ。泉の名前か。泉ね。わ、またキザナが出てきた。サチ君も涙やって。サチ君の涙。サチ君の涙ですが、素敵な名前になりましたね。サチ君、このキザナのやつを素敵って言っちゃった。普通はうーわーってなるとこなんやけどな。気に入っちゃったよ、サチ君。私の村はですね、北東の方向ですね。あれ？え、何？西の方向かな。方向音痴だこの子、サイドン強行。サイドンらしくまっすぐしか進めないんだ。あ、たどり着いた。よかった、着いた着いた。この子大丈夫か。ここがサイドン強行の村です。その名もヒロインの村も決めなあかんのか。柏村にしとこう。名前シリーズ、多分村長の名前を作ってるんだろうな。柏村って言うんです。やっと着きました。一体どこに行っておったんじゃ。あ、紹介しますね。この人がこの村の村長で、サイドン教区のおじいちゃんの自分のおじいちゃんじゃ。そりゃこれだろうが、柏村だろうが。それは柏村だろうが。捕まえていますって言われた。ダメなんじゃ。ダメなんじゃ。じゃあ本名にしとこう。下の名前つけたろ。柏村ゴンゾーにしとこう。柏村ゴンゾー、これでいいだろう。いや、俺の紹介なんてしてる場合じゃなくてね。城へ行くと言っておきながら、なぜ逆の方向に行ってたんじゃ。それでサチクの泉行っとった、サチクの涙行っとったんじゃ。それでサチクの涙おったんじゃお前。でモンスターに襲われるって。え、城に向かってたんだよ。逆方向じゃ。あれ。ダメだこの子、早くどうにかしなきゃ。ところでの、その隣の青年は誰じゃ。ああ、この人が選ばれし者だよ。では君が魔王を倒すものなのだね。うん、そうだよ。そうかですか、そうですか。ない村ですが、ゆっくりしていってください。はーい、名前つけさせてもらいます。よし、じゃあ今回はこの辺で、時間も時間なんで。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。しわげ。